お待たせしました。第2試合選手入場。ポンチャには渋谷アベマズ日向愛子、チームを支え立て直す本当に心強い日向の活躍、序盤戦の負債は今や返し切った。ここから私が前を歩こう。日向個人連勝なるか。なんちゃには U-NEXT パイレーツ中林圭、復活の兆しの見えた年始のトップ、しかし次につながる結果がなかなか手に入りません。苦しい時間も黙々と耐え、今もなお腰を据えてチャンスを待つ。個人18戦目の登板です。シャーチャにはセガサミーフェニックス東条リオ、東条の心構え、楽しむ心を手放さないこと、ファンに笑顔を見せ続けること、一杯の後先で幸も不幸も訪れる。今日は味方についてくれるか。個人16戦目の登板です。ペーチャには EX 風林火山二階堂脇、改めて問いただす、チームの中心に指名された意味、課された使命は何だ。4人の先頭で馬にまたがり、攻めの起点を作り出せ。秋個人17戦目の登板です。起き上がりです。さあ非常に、なんかこう渋い展開と言っていいですかね。確かに、はい、ね、まだ全員ね、2万点台に近いですからね、はい、秋だけ1万9900だけど、まだまだトップ狙えるやつです。何の一曲、ドラマチュンです。親は日向に帰ってきました。ソーズ一面つ感染しておりますが、ネックの置いてはいと言えます、うん、中林マンズ一面つ、ピンズ一面つ、ただチュンが1枚、悪くないですね。東条大相撲が赤ウピン、マンズで一面つできています。アキさん、おーパーソナステ、アキさんドラからです。アキさんがドラからです。怖いこれはやべえ。これはやべえです。やばいぞ、もう逃げろってなりますね、これね。これはやべえです。やべえでゲス。これはやっております。これは石橋さん、もうスリムに打ちました。ひなだ本発準備、中林はまあとりあえず自敗切りましたけど、もうね、秋の安全牌貯めたい、貯めたいですね、うん、ていうかでもちょっと待ってください、その前に秋はどう本一陣、まあ陣一やりたいですか。マンズの伸び方次第ですかね。赤馬が使える形になったら、まあピンク赤、ビチピンク赤を狙うとですね。2万とか引いちゃったら、うん、どうするんですか。まあ三増とか、嬉しくな、うん、嬉しくないね、嬉しくな、うん、なんかこうしそう。まあ、なんとかね、赤馬は使いたいんですよね。赤馬使えなかったら全部捨てたいですね、うん、マンズなんか。もうマンズ全部いらない。もうこの世のマンズ全部いらない。もう3枚一気に捨てたい。はい。はい、3枚一気に捨てたい。もう予約。そうそうそう。もう捨てますと、これは、はい。もう先に裏返して、うわっ、ぽいぽいぽいって、はい、うん。私の番来たらそれめくっといてみたいな。そうそうそう。おー、はい、はい、3万、はい、3万どうぞ。数万引いた時だけ、3万引いた時だけ、一応3面ちゃんの、はい、ピンフ赤ですね、はい、そういうね、ちっちゃいこと僕は考える。いやいや、ちっちゃくない、全然ちっちゃくない。ピンフの赤い三面ちゃんいいですもんね、うん、めちゃくちゃいい。ポンチどうですか、例えばローソー。いやー、したい、8000インシャンテンですよ。私はしたいんですけど、めちゃくちゃ目立ちますけどね。ただネックがないもんね。一個両面さえできちゃえば。これよく考えたら、はい、第一打チューン、うん、30目と40目に両面立つばかり。これさすがにやばすぎません。何してんのって。さすがにやばすぎますよね。何してんの。うわあ、天敗だけど3番だね。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 ちょっと待ってください。これ、老僧引いての闇点とか、数僧引いての闇点とか、ちょっとやばいよ。やばいっすよ。やばいっすね。やばいっすよ。ピンフ一通だ。ピンフ一通チン一ですよ。やばいっすよ。これ老僧持ちいいですね。老僧もさすがに1位。はい、老僧持ちいいで OK で、3僧ポンもあるかな。ありますね、ウッパーソーン。あー、テンパイだね。いらない、いらない、いらない。いる？
っと分かんない。いるのこれ。あの三本かカンチャのテンパですね。三本はウーマンかウーソー、三層切るとカンスーソー。さすがにウーマンだと思うけど。そうだよね。ってこと今のであれだけ考えるってことは、うん、ローマン引いたらテンパイ取りそうですね。採用ですね。はい。はい、でこれもう異様な雰囲気出てますよ。あのマンズ233って切りましたからね、あの中期ストップに。で今からウーマンつもぎて赤馬も出ます。やばいですよこれ。何してんのってなりますね。これ乱動が。いやこれ、うん、この瞬間想像引いたチンステンパイは、うんうん、あのなんていうの、みんな止めれないですよまだ。赤馬。あいた。カンローマンだ。これいい街。マンズさすぎ問題。だって9235って川にありますからね。でも、うん、でも、うん、ウーマン捨てるときめっちゃ考えてませんでした。考えてた。3万両面ターツ払いしてんのに。いや考えたにしてもカンローマン固定っておかしいんですよ。おかしいっすね。あのだって357ってやったらで3万切るとかなんないし、はい、そもそも両万持ってるから、ええ、何これってなるじゃないですか。2357ってやったら7切るじゃないですか。はい。これやっぱり三層アンコで持ってた分行きづらかったんですかね、チンツ。まあそういうもう一回外したいんですけど、うん、僕形がやっぱりね気に入らないんでしょうね。運送のくっつきが三層、うん、ロー層自分で4枚使い、うん、僕もう明日の朝までテンパイ外してますよこれ。もう想像以外いらんと。さあ中林現物です。運送赤テンパイしてますね。カンウーマンの。ただイーマンも切りやすいし。待ってこれ待って待って、うん、今マンズ切るかと思った。ウーソー周りで対応したくて。確かにイーマンローマンって切りやすいんだ、はい、これ今赤ウソでテンパイ外してもおかしくなかったっ ですよね、うん、あの赤ウソを残しとけばこの後持ってくるソーズで対応しやすくて、うん、秋にソーズが打ちづらいのでマンズはあるか。うん、一応感動層っていう、うん、はい、一応ね僕そういうの好きなんで。すいません、僕それ大好きなんで。おー、何これ何これ。イースーマン。いやいやいや、ローマ危ないって。あ、ローマンって切るよね。あの、はは、え、何、え、2600。いや、中林プゼントした表彰です。アキさん、進出いってくださいよ。あの、手配が透けて見える中林さんから上がりましたからね。あ、本当ですね、うん、だからこの秋の街は進出の天敗にはなりませんでしたが、相手のこう意表をつくという意味では、うん、非常に待ちのいいリーチだったということですね。そういうことです。じゃないと、まあ、リーチいかないですからね。なかったですね、うん、でも欲があったと言えるのか欲がなかったと言えるのか。欲なかったって欲がなかった、うん、欲がないのがいい方に働いたか、はい、リーチ赤市2600点の上がりです、うん、やっぱりこれだけね、平たい状況だとこの、まあ、カンローマンでの上がりも大きいっていう判断ですね。また来た、また来た、チンみたいな来た。いかがでしたでしょうか。この動画を楽しんでいただけましたら、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。また、この曲が見たい等のリクエストもお待ちしております。それでは、また次の動画でお会いしましょう。